皆さん、秘宝があります。8万円の廃墟式ショットガンになります。ショート動画をですね、撮影していたところですね、ポンプアクション式のところを下げたらですね、なんか中途半端なところで止まってしまい、前に戻らないという状況が発生したんです。でその時になんかここのパーツの動きおかしいなと思ってたんですよ。よいしょ。今はねこうやって動くんですけど、なんかこいつベロンってずっと出てるなみたいなことを考えてたらですね、で油を追加で塗ってですね、なんか動きを良くしようと思って良くしたんですよ。よいしょ。そしたらですね、こうガチャッと開いた瞬間になんかよくわかんない金属パーツ出てきて、ここを動かすパーツだったみたいで、多分これ中で折れちゃったんだと思うんですよね。直せる方できれば、あのお店の方でですね、これ直せますよとかね、発注しますよって方いたらぜひ助けてください。8万円壊したわ、まあ、もう嫁に言えん。誰か助けてください。